旧堀田邸は、千葉県桜市にある旧桜藩主、堀田正友が、明治時代に建造した邸宅である。歴史的建造物、国の重要文化財。重要文化財指定名称は、旧堀田家住宅。桜藩の最後の藩主であった、堀田正友の邸宅として、1890年に建築された。現存する。 明治時代の旧大名家の屋敷として貴重な建造物である。庭園は当時の有名に庭師、陳玉園の伊藤彦江門によるもの。現在は寄贈され、桜市の所有となっている。庭園を含む一帯が1997年に桜市指定文化財、2001年に千葉県指定文化財に指定され、2006年7月には、 国の重要文化財に住居部五棟と門番所、土蔵が指定された。庭園は2015年に旧堀田正友庭園として国の名称に指定された。また、2008年には旧堀田家住宅と庭園が千葉遺産100選に選ばれた。唾作りや火打ち岩といった伝統的な和風建築の工法とボルトやナットを使用した。 西洋建築の広報が混在しており、明治初期の過渡期の様子が伺い知れる。1942年より敷地の一部を借地していた日産財閥の結核対策機関、桜日産考声園が1952年に全面買収し、1962年には一般病院となったが、1975年に売却計画が持ち上がった。 市民のレクリエーションの場としても利用されていたことから、市の商工会や観光協会が中心となって1982年に保存を求める署名運動が起こり、市民の3分の1である約4万人の署名が集まった。これを受けて市は国庫補助を受けて買収に乗り出し、一部は1988年に日本老福祉事業団による 老人ホーム用地として売却された。庭園部分は桜庭園と解消され、建物部分は桜緑の銀行が買収する方向で保存が決定した。ありがとうございます。